蕎麦が、うん、何あの引き立て、打ち立て、茹で立てうん、うまっ。そう、天ぷらも揚げたてなんだよね。花輪チャンネル、どうも、花輪でございます。そして、ママです。今日はですね、僕が大好きなお店、もう足しげく通うお店でございますけれども、ママ実は初めてということで、今日はついにご紹介したいと思います。こちら、ゆで太郎さん、めちゃくちゃ美味しいです。ママ初めてですね。はい、ずっと前から来たくて、ついに、撮影許可いただきました。行きたいと思います。やった、行きましょう。はい、ここでね、食券を買いましょう。これで今ね、このもつじろうっていうのも、この同じ系列、なんか最近こう併設してる店舗が多いですけど、ゆで太郎のメニューで、はい、今カツ祭りやってんだよね。あ、そうなんだ。おすすめやっぱりね、そばなんですよ。そばがめちゃくちゃ美味しい。おそば美味しい、まあ、全て美味しいけど、うん、いつも俺が頼むのはこのご飯とおそばセット、うん、はい、これのほら、あ、なんかいっぱいあるじゃん、うん、これ満腹カツ丼セットが今安くなってます。あ、本当だ、870円。そばが、ね、細くていいんですよ。あ、細いんだ、うん、いいね。カツ丼美味しいからシェアしますか、これ頼んで。カレーも美味しいよ。カレー食べようかな。カレー食べる。じゃあ俺これいきますね。はい、私は満腹カツ丼セット。はい、これ冷たいおそば。はい、ママはこれ温そば食べたいな。温そばの、じゃあ見に行きましょうか、うん、はい、はいはい、それとなんか季節のかき揚げも食べてみたい。季節のかき揚げ、うん、これからね、冷やし系がね、いろいろ薬味そばとかも美味しくなってくるけども、うん、このやっぱ日替わりもこれ人気なんですよね。あ、そうなんだ。今日は日替わりで、月曜日、今日は月曜日だから、コンビニ天ぷらもね、めちゃくちゃこだわってるんで美味しいんで、ね、カレーも美味しいし、こっちって気になるんだけど、見ていい？単品でもつ煮ある。あ、単品でよくない？ね、もつ煮いきましょうか、うん、はい、それではちょっとこれで食べましょう。花輪チャンネル、ゆで太郎、ゆで太郎、本当に店舗めっちゃ多いからね。全国に200店舗以上あります。九州にもあるから、福岡にもあるんです。佐賀にはないけど、北海道全国あるし、で本当はもう立ち食いそばだったけど、立ち食いそばだったんだ、うん、まあ、今はこう座れるようになってますけど。あ、来ました、来ました、来ました。すみません、お先こちらの2つですね、はい、右の2人もう少々お待ちください、はい、ここにこういろんな薬味が、ここに入れるわけです。はい、あ、これもつ煮だ。もつ煮とかき揚げが、うん、かき揚げ、はい、なんかかけたりするんだったら、いやー、来ました、美味しそう。いただきましょう。うわ、美味しそう。いただきます。はい、これね、お蕎麦が、うん、あの三立てってなりまして、引き立て、打ち立て、茹で立てすごいでしょ、めっちゃこだわってる。美味しい、美味しい、うん、あ、美味しい、美味しい、うん、温かいの美味しい。この冷たいお蕎麦が最高なんですよ。細いっていいんだよね。ちょっと細いね、うん、確かに。いただきます。うん、うまっ、うん、ね、うまっ。かき揚げ食べたい。揚げたて、揚げたてなの。そうなんだ。揚げたてを、うん、あ、めっちゃあったかい。エビがボロ、え、めっちゃ入ってる。エビが1,2,3,4,5,6、え、落ちてる。うん、6個ぐらい入ってる、うん、すごい。いただきます。そう、あ、天ぷらも揚げたてなんだよ。めっちゃうまい。これうまいね。食べてみる。うん、うん、うん、うまっ。天ぷらも全部揚げたて、おいしい、おいしい、すごいね。どう、うまい。ビールがおいしい、うん、熱いの、うん、いいね。で、このカツ丼、カツ丼も大人気です。みんなね、肉厚で。いただきます。うまっ、うまい、うん、家庭のカレーみたいなカレーだね、うん、ね、カレーも人気だよ。うん、うん、おいしい。まあ、
当だ、おうちのカレーみたい。うん、おいしい。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、うまっ、めっちゃうまっ。うん、カツもサクサク、おいしい。うん、ほんとだ。え、茹で加減が上手。うん、茹で加減が上手でございます。すごい、あれ何？出前？出前ね。え、これさ、ちょっとでも、ずっとら全部バーンで。ね。絶対。昔のウーバーイーツだったね。昔のウーバーイーツ。そうだね、確かに。落とさないのがすごいね。なんて落とすの？創業者の方たちはね。うん、すごいね。もつ次郎。もつ次郎のもつ。うまっそう。うまっ、めちゃうま。うわ、つるつる、うまい。うんうん、おいしい。おいしい、うん、いいね、パッて食べてさ、急いでる人にはいいね。うん、今サラリーマンとかもランチ時はいっぱいで。あ、でもそうだろうね。うん、朝もだからモーニングやってるから、うん、モーニング480円ですからね。めちゃくちゃおいしいもん、ほんと。そうだよね、サラリーマンの休憩中フレンチなんかいけないもんね。それはいけない。ガキレって言わなきゃいけない。ガキレください。はなわチャンネル。これはそばも相当こだわってるんですよね、これね。そうですね。店内で、はい、自家製麺がこだわりなんですけれども、うん、1日今2回とか3回とかですよ、ね、に分けて製麺してます。ね、で引き立て、打ち立て、茹で立て、三立て。三立て。こだわってますか。あとつゆにもこだわってます。つゆもそうですね、やはり出汁もたくさん引かないで、うん、何回かに分けて、なんで一つのピークで3回とか4回とか、今日出汁もですね、時間を設けてくれて、そうなんですね、時間内に使い切れる。すごいね、本当にこだわってんだ。美味しい。うん、モーニングって何時からやってんじゃん。朝は7時からですね。朝7時から、はい、24時間営業の店ですと朝5時から。あ、そうなんですね。はい、11時から。5時からやってる、ね、あ、24時間やってるとかありますもんね。24時間。このもつも美味しいですね。僕もつ汁を実は初めてで、ゆで太郎が家の近くにあったんで、そこは併設されてなかったんですよ。今人気ですけども、そうですね、つい最近ですと、大井競馬そこのもつ汁がすごい。そうなんですね。お昼で半分近くとか、それに合わせたお酒もすごい。なんか毎回ビールで、これもこれなんですね。なんかもうちょっと安いのでもね、全然これちょっと高いですよね、これ。ただ今ちょうどね、ビール祭り、ちょっとカツ祭りと併用して、ビール祭りも併用してますので、なんかイベント毎回やってませんなんか、いろいろ私は、はい、すごいですよね。まあ、おかげさまですごい支持されてて、はい、カツももう何回かやってますね。カツ祭り、カツ祭り、カツはやっぱみんな好きだよね。カレーもこだわってますね。カツカレー美味しいです。カレーもね、全部自家製で、自家製なんですね。野菜のカットから、すごいですよね、全国に広がってますもんね。フランチャイズ、佐賀店ができればいいですね。佐賀店できればいいですね。佐賀は結構そばじゃなくてうどん文化だもんね。そうか、九州はね、意外とね、うん、でも関西にもありますよね。関西ですね。めちゃくちゃ美味しいな。歌もありますよね。え、ゆでたろの歌も。あ、ありますね。え、どんな歌？どんな歌でしたっけ？なんかいい歌ですよ。どんな歌ですか？年末になるとね、すごいラジオでひたすら流す。ちょっと歌ってみて。いや、絶対に。絶対ね。そういうの。なるんですよ、歌もテーマ曲もあったり、テンポで流れてますよね。そうなんだ、ね、はい、ボリュームたっぷり、そしてリーズナブルというね、はい、社長のこだわりですか、そこが。そこも社長のこだわりですし、まあ、企業努力ではないんですけれども、まあ、こういった時代なんで、どうしても値上げとかあるんですけれども、それ以上にやっぱり品質ですとか、そういったところは担保しようっていう、店長会とかで、そういった話は常にしてるんですね。いいですね。はい、
いやー、美味しい。だってこれとこれだけでお腹いっぱいになるね。カプレーゼも結構お腹いっぱい。すいません。すいません。もう食べたね、ママ。はい。うん。うん。これ、そば湯なの。あ、そば湯まであるんだ、ちゃんとね。いやー、美味しかった。やばい。どうでしたか？美味しかった。美味しかったね。はい。いや、久しぶりに来ました。ゆで太郎、そして、もつ二郎ですね。もつ二郎。はい、紹介しましたけれどもね、はい、また来ましょうね。また来ます、はい、最高に美味しかったです、うん、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。